アビーの小田島と申します。おはようございます。グラデーションボブのベースを作る勉強をして、それを今の時代に落とし込むっていうのがこのクラス の、 あの勉強の内容なんですよね。映像を踏まえたセミナーって、またボブでも大きく分けると3つあって、ベーシックを軸として、そのベーシックと軸になったものをちょっとアレンジしていかなければ時代にちょっとこう乗っていけないんですよね。リアルなサロンワークスタイルを今アビーではやってるのをそのままやっていこうという教室です。カットをしていくプロセスの全部セクショニングがここに入ってます。もうほぼマンツーマンスタイルだと思うんで、この四つ角で切ることが本当に重要になってくるんですよ。何が違うのかっていうところを見てもらいたくて、求める長さ、こうやって引っ張って長さ合わすのってちょっと古いんですよ。威圧威圧ってすごく大事で、残さなければならないサイドの紙さえも切っちゃったら、ワンレンの溶かし方じゃないじゃないですか。これ落として指に沿って切るだけだから難しいです。簡単に分かりやすく教えられるようなスタイルです。